はい、皆さんこんにちは、ふみちゃんです。久しぶりのね、貨物列車動画を作ることができました。久しぶりのね、深夜貨物列車、貨物列車のね、カット日ポジションにやってまいりました。それではね、これから移動したいと思います。はい、久しぶりのね、深夜の貨物列車の迫力をテーマにした動画でした。いかがでしたでしょうか。本数はね、ちょっと少なめでしたがね、手持ちカメラと固定カメラ2台のカメラをね、用いた新しい試み、徐々に挑戦していきたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。次回の動画も、
願いします。